はようございます、オリローです。今日はですね、企画ですね。今日山梨側の鳴沢の道の駅に来たんで、富士五湖を今日はチャリで制覇したいと思います。今日はですね、富士山は曇って見えないんですけどね、天気はいいですね。よし、じゃあ行こう。俺の愛車に乗っていくぞ。スタンドつけたんで立たせるのが楽になりました。よし、行くぜ。ちょっと今日の旅は過酷な旅になりそうだな。ちょっと結構今距離見たら山中湖まで18キロなんで、モトスコ行って11キロ、計50キロぐらいは走る感じになるかもしれない。まあいろいろ樹海の中もちょっと行ってみたいかなと思って、今日は目いっぱい撮ろう。青木ヶ原樹海の看板が出てきたぞ。ずっと樹海だったんだけど、まあこっからあっちなのかな。気持ちいい。樹海感が濃くなってきた。もうすぐ元スコなんだけど、やっと元スコの看板が来た。寄ってけし元スコへ。じゃあ寄ってっか。休みだから行っていいのかな、もしかして。いいね、雰囲気がいいね。とりあえず1個目制覇だな。あーめっちゃ気持ちいいさそう。おーこっちウィンドサーフィンもやってるし、カヌーも。よし、モトスコ制覇、1個目制覇。最高ですね、雰囲気最高や。ここはみんなと綺麗だ。よし、じゃあ次は小事故かな。今元栖湖なんですけど、元栖湖から小事故まで3キロ、小事故から西湖まで6キロが6キロ間隔ぐらいでやんだな。よし頑張ります。マジがやばいんじゃね。最高だな、これは最高だな。やばいです、いけんのかな。小事故の方に行きたいな。とりあえず行ってみっか。
10時から来て今1時間20分経ったから結構時間食ってるで。よし、皆さん樹海の中の遊歩道です。溶岩だらけです。結構やないかい。よし、で本当すごいじゃん、パノラマ。小事故、どっちが小事故。すぐ近くに元栖湖まで戻ってきてしまったから戻る。元栖湖小事故、どっちの方まで。よし、じゃあ戻っていきます。見て、やっと国道が見えた。やばかったな。うわ厳しい。え、違うな、いけねえな、ここ。おいおい、ああ、疲れだ、みじんでっぺ。やばい、すげえとこだった。面白かったな。こっから地味に道路で小事故を目指すって。5個巡りが怪しくなってきたな。これ東海自然歩道、遊歩道、やばい、面白い。こっち20度ぐらいだからめちゃめちゃ涼しいんだけど、今ので一気に暑くなった。よし、小事故だ、小事故エリアに来たぞ。おお、あるな、こっちにも。いてんのかな。小事故に繋がってりゃいいんだけどな。うわ、岩だ。でもいいんじゃない、これぐらいだった。きつすぎだ。やべ、気を抜くとこけるね、これは。で、ここだ、ここだから抜くか。よいしょ、小事故ゲット。よし、2個目、小事故ゲット。それじゃあ次はなんだっけ、サイコだな。じゃあサイコに行きます。じゃあ行ってみよう。樹海のトレードをめっちゃ楽しんでる。このままどこまで行けるのか、サイコの方まで行けるのか。うぇい、危ない危ない、疲れだ。河口湖まではいけっけど山中湖はやべえな、これ。3個目に向かう。お、なんだ、バーガーがあるね、バーガー屋が。サップ、サップ大流行りだな。
あそこもサップだらけだったな。最高。スイムーン。いやー最高に来ました。こっちはあんまサップがいねえ。富士山見えれば最高だったんだけどな。来ました。山に降りてみましょう。東京が多い。よいしょ、来ました。あ、3個目最高に来ました。3個目ゲット。ちょっとね天気があれですけどね、トレイルあんのかなこっちに。どうすっかな。ちょっとあったら行ってみますね。頑張ってます。 GT のマウンテンバイク頑張ってます。次は河口湖だな。最高め、最高の周りはちょっと車道で行くぜ。景色がいいんでね。みんなサップだな。サップめっちゃ楽しそうだ。あーいいね、最高の眺め、最高や。ダジャレじゃないですよ。最高の眺めは最高っていうの、ダジャレじゃない。すげえな、うん、テントのキャンプの釣りがすごい。この御嶽園っていうキャンプ場はすげえな。雰囲気がいいね、これ。こんな感じ。最高のほとりで。いい感じですね。サップだらけ。サップだらけや。ここが一番あれなのかな。カフェが、すげえカフェあるし。じゃあビーフカレー。最高はすげえな。キャンプあれだな。観光地だ完全に。よし。もう川口湖が見えました。トンネル1個抜けたら川口湖。天気がなんかだいぶ曇ってきたな。だいぶ曇ってきましたね。おりゃー見えた。すげえな、このホテルの庭だこれ。すげえな、やっぱ都会だなこっちは。あー綺麗なとこだ。川口湖のほとりに降りてきました。最高ですね。ここは静かなとこだな。観光地じゃねえとこだな。いいとこだここは。ファジーネーブルの香りで、ドゥルルルルルルル。おー、いいね。わー川口湖でかい。めっちゃでけえ。なかなか釣らねえ。
なかなか着きませんよ。でかすぎて。結構疲れてきたぞ。山中湖まで結構あったらな。うわ、綺麗だな。うわ、紫陽花。やばい。やばすぎる。来た来た来た。すげえ混んでんな、今日は。川口湖だ。すごい花だな。花があっといいな、やっぱ。よし。よし。あとは山中湖行って終了だ。忍野八海も行けたら行ってみます。じゃあ次にレッツゴー。疲れた。いやー、疲れましたね。だいぶ川口湖のもう橋渡っても帰っかな。疲れた。あそこまで行って体力が残ってたら山中湖行きますけど、ちょっと疲れましたね。いいね、川口湖大橋から嵐最強だ。うん、最高。めっちゃいいね。ああ、疲れた。こっちもすごいんだな。おお、観光地がやべえな。10円パンあった。500円の。こっちもすごいね。はあ、こっちの方が観光がすごいのかな。信玄だ。信玄がいる。ここが一番のあれだな。おお、いいね。よし、山中湖行くぜ。富士急ハイランドだ。うわ、全然走ってねえな。全然走ってねえ。あー、疲れた。あー、忍野八海まで来た。忍野八海行って山中湖行って終わりだ。疲れた。死んだ。やっと来た。もう山中湖は行かねえ。うわー、めっちゃ混んでる。ああ、なんか池は。どこだ、池は。
おお、すげえ。だいたい2段で団子買って帰ります。団子食いながら帰ります。鳴沢までやべえ、超遠いわ。ちょっとやりすぎだな、来すぎだな、こっちまで。山中湖は断念します。ちょっと無理なんで。うん、もうん、焼き物がしない。8月だけ。あれちょっと早いですね。そうだよ。ごめんなさい。がそれ美味しいっす。いや、俺は食わなかったけど。うん。最高だ。うん。星の八回でした。じゃあこれから鳴沢の道の駅まで戻ります。よし、あーめっちゃいいわ。5時半止みか。鳴沢道の駅5時半止みで、いるね。魚が溜まってるね。よいしょ。富士山ミュージアム。ずっと下りで行きたいけどな。最後は登るな、絶対。方面を目指す。富士急でげえな、やっぱコースターだらけだ。富士急ハイランドコースターだらけ。はあ、走ってっとこ見てかったな、これ。はあ、やっと川口湖町に来た。よし、あとは戻る。よし、うわ疲れました。富士五湖全部
チャリで巡る旅だったんですけど、星の八海行ったらもう河口湖行くパワー残ってませんでした。ということで今日の動画はこれまでとなります。ホリローでした。 GoPro ビデオストップ。